嫌われたくない、みんなに好かれたいその考えがあなたを縛ってるはいこんにちはライフスキルティーチャーのミスターカチです本音で生きるための行動習慣やライフスキルを MAX と一緒に紹介していますはいということでどうでしょう皆さんに質問です皆さんはいやあなたは人に嫌われたくないですか全員に好かれたい そのように思っていませんか以前の俺がそうでした俺、僕うん、以前の僕がそうでしたね、みんなどんなこと考えてるんやろうっていつも周りの顔色を伺って自分がいないときは自分の悪口言われてるんちゃうかって心配になってでもね、そうやって周りのことを考えすぎているとね疲れませんかで、自分がね 何がやりたいのかがね、分からなくなったんですよ。だってそうでしょいつも周りのことを考えて、周りに意識を注ぎ、そしてエネルギーと時間を使っていたら、使っていたら、自分のここ、本音がね、分からなくなるんですよ。自分の気持ちであったり、やりたいことが分からなくなる。そういう状態やったらね、本音で生きられないんですよ。自分らしく生きられない。うん。だからね、 やっぱ嫌われることを手放すこと、みんなから好かれるっていうことをちょっとね、緩めることが大事だと思うんですよ。でそもそも不可能じゃないですか だって一人一人ね好き嫌いが違う趣味も違うやりたいことも違うんですよそういう状態で全員から好かれるっていうのは不可能なんですよあのマイケル・ジャクソンでさえ嫌いな人いるんですよカレーライスですら嫌われることがあるんですよだからみんなから好かれようっていうのは不可能なことなんですよ不可能なことをチャレンジしようとするとねやっぱり不可能だから無理だから疲れてしまうんですよねはいということで今日は みんなかから好かれたいいっていうそ,の気持ちそして全員に嫌われてはいけないっていうその考えをちょっと緩めるそして手放す方法を厳選して3つ。 紹介したいと思います。最後まで聞いていただけると、少し自分の気持ちを大切にして、ちょっとちょっと、ちょっとずつ自分の本音を出せるようになるかと思いますので、最後まで聞いていただけたら嬉しいです。このチャンネルでは、あなたがあなたらしく生きるための行動習慣、そしてライフスキルを全力で紹介しています。あと SNS でも毎日配信してますので、概要欄からご覧ください。あとチャンネル登録もお願いします。はい、ということで今日は、 嫌われなければならないじゃあ嫌われたくないを手放す方法を3つ紹介していくということですはいマックス君お願いしますアサーティブ 2. 褒め言葉に感謝 3. 欠点を愛するはいということですありがとうえー、1つ目アサーティブということなんですけどそもそもねコミュニケーションには3つのタイプがあるって言われています はい、えー、どうしようかな。じゃあ、部下が遅刻してきたことを例に挙げて、この3つのタイプを紹介します。まず1つ目。何回言ったらわかんねえ。だからお前はダメなんや。学生気分が抜けてないんちゃうか？はい。これが1つ目のタイプですね。 これはいわゆるアグレッシブタイプと言われてます、えー、ドラえもんに例えるとジャイアンですよね I am o k、okay. y o u are not o、okay. k ということで私は OK であなたは OK じゃないということで常に自分中心で相手のことを考えずに相手をコントロールしようとするスタイルです2つ目 2> 何も言わない思っていても何も言わない ですとか、いいよ、いいよ、気持ちを我慢して、笑顔で取り繕う。本当はムカムカしてるんですよ。本当はイライラしてるんですよ。でも、笑顔でいいよ、いいよって取り繕う。はい、これは。 パッシブ型のコミュニケーションと言われています。ドラえもんで言うと、のび太くんですよね。I have not o k、okay, y o u are o、okay、k のスタイル。常に周りのことを大切にして、自分の気持ちを我慢して、犠牲にして、マスクして、押し殺してしまう。そして言いたいことを言わないスタイルです。これがのび太くんスタイルです。この状態をずっと続けていくと、やっぱりね、燃え尽きちゃうんですよね。パンクしてしまう。ずっと背伸びしないといけないんで、疲れてしまうんですよ。 はい、ということで、今日紹介したのしたいのは、この三つ目のアサーティブですね。アサーティブ。はい、アサーティブなコミュニケーションを取る人は、部下が遅刻した時に、どのように対応するのか。まさしくん。約束を守ってくれなくて、僕は悲しいよ。はい、これです。このスタイルは、I. a M. O.、Okay. K. U. A. r e O.、Okay. K. スタイル。 ドラえもんで言うとしずかちゃんスタイルです相手の気持ちを尊重しつつ自分の本音を伝えるというスタイルですだって相手に何も命令してないじゃないですか自分の気持ちをただ言ってるだけなんですよこれねアイメッセージと言われてるんですけど愛つまり私を主語にして思っていることを伝えるというスタイルです、えー、ジャイアン型は逆ですよね言うメッセージですお前は何回言っても聞かへんなとか お前は何度言ったら分かんねん。あなたはちゃんとしなさい。あなたを主語にして伝える。これは有名ステージです。攻撃型のタイプになります。ですので、このアサーティブを目指すことがすごい大事だと思うんですよね。相手も大事にしながら、かつ自分が思っている気持ち、そして考えているアイデアを伝えるということ。ね、そうすることで、あなたの価値が発揮できるのかなと思っています。 ですので、このアサーティブをちょっと意識してコミュニケーションしてみてはどうでしょうか簡単な方法としてはアイメッセージですよね。〇〇だから私は〇〇な気持ちになった。約束を守ってくれなかったから僕は悲しい。えー、悪口を言われたから僕は傷ついている。っていうふうに相手がやった出来事に対して私はこうなっているというふうに伝えるということ。ね、これが一つ目、アサーティブ。二つ目。 褒め言葉に感謝するどうですか、えー、自分が褒めた時に「えー、私なんて全然ですまだまだですえー、こんなこともできてないしあんなこともできてないんです」っていうふうに褒め言葉を拒絶する人っていませんか ま僕はそうやったんですけどね何か褒められても「いや全然です」「いいやいや何々さんのおかげです」ま「あ、何々さんのおかげです」やったらまだえ,えんですけど「ん、えー、やろそんなことないですよ」とか「全然です」っていうのを何やろ口癖のように当たり前のように言ってしまうっていうそういう人いませんか、まあ、僕がそうやったんですけどそれってね考えてみたら結構失礼なことかなと思っていて。 で褒める側の立場に立ってみたらですよ、えー、とあなたのことを、えー、本当にいいなと思っている方からプレゼントとして褒め言葉を与えている褒め言葉を言っているということじゃないですかすごいねってよく頑張ってるねってた、ね、えようと思って言っているそれに対してそんなんいらんって私なんだよ全然ですよそんなことないですよっていうプレゼントを、ね、受け取らずして 返してしててまっるんですよねそれってね相手が失礼やしそう言われると相手ももう褒めんとこうってなるんですよねということは周り,が周りから褒められる機会も少なくなってくるんですよねそれってあんまり嫌じゃないですか嫌じゃないですかだからまずはそのプレゼントをね受け取るということはどうでしょうもちろん自分なんて全然っていうふうにちゃんと客観的に評価分析することこれ大事です大事なんですけれどもまずは受け取るまずは受け取るというのはどうでしょう気持ちを受け取るってことです言ってる内容を受け取るか置いといて気持ちを受け取る うん、そ,のその気持ちを受け取るということで、まあ、あの一番シンプルなフレーズ、これを、まあ、これ、ええんちゃうかっていうフレーズは、もうほんまシンプルですよね。えー、そうう言っててもらえて嬉しいいですすありがとうございますこれでいいんじゃないですか、まずは。そう言ってもらえて嬉しいですとか、そう言ってもらえて嬉しいです、ありがとうございますっていうふうに、まずは気持ちを受け取る。褒められたら、まずは気持ちを受け取る。 で言ってる言葉に対してどう思うのかっていうのはちゃんと分析して、えー、考えることが必要だと思うんですけどまずは気持ちを受け取る、ね、これ大事かなと思いますそして最後3つ目これ一番大事ですね欠点を愛する えー、昔の僕はね周りに嫌われたくないって思いが強かったから自分のええとこしか見せんとこうって言って常にね背伸びしてたんですよ悪いところは隠して隠してミスも隠して隠していいところしか言わないいいところしか報告しないっていう風な感じだったんですよだからずっと背伸びしてる状態ですお女性でいえばずっとこう化粧してる厚化粧してる状態ですよ24時間息苦しいですよね疲れますよね はい、なので、なんやろう、欠点をね、否定してたら、欠点を自分が、何やろう、こう受け入れていなかったらいつまでたっても自分を肯定できないんですよ。自分を否定してる状態なんですよ。自分を否定してる状態やったら、ね、やっぱ幸せになれないんですよ。だって自分のことが嫌いになるんで、24時間ずっと一緒にいる自分のことが嫌いやったら、そんなんで幸せになれますか 絶対に無理なんですよだから自分のことを好きになることがすごい大事で自分のことを好きになるためにはいいところも悪いところを丸ごと受け止める受け入れることが大事なんですよ。でそもそもね欠点っていうのは欠けている点じゃないんですよ欠かせない点なんですよ欠点があるからこそ私たちは魅力的そしてあなたは輝いているんですよ はい、だから欠点を隠すから魅力的じゃなくなるんですよ。欠点を隠すんじゃなくて、欠点を愛する、そして欠点をちゃんと表現するということ、これが大事なんかなって。今の段階でで100点取れなくてもいいんですよ 今の段階では、今の自分が持っているものを100%出す、100点を出すっていうことが大事。今持っている力を出すことが大事であって、理想となっている自分とそのギャップを見て、全然できてないなっていうふうに採点しなくてもいいんですよ、いちいち。もちろんね、さっきも言いましたけど、採点してできてないところをちゃんと分析して、次の行動につなげることは大事ですよ。でも、できていないな、やめとこうっていうふうになってしまうんやったらそうじゃないんですよね。今大事なことは、今持っている自分の100%、100 100点を出すすことなんですよ今の自分の100点を出すことなんですよ、はいで。で、もちろん理想の自分とはギャップはある。それは一つ一つ埋めていったらいいんですよ。はい、だからこれ途中段階です。途中段階なので、プロセス、成長のプロセスの段階なので、これをプロセスとして捉えて、今をプロセスとして捉えて、ね、欠点を愛し、欠点を表現していく。 その欠点を言葉にして欠点を表現していったら絶対それを受け取ってくれる人が現れるんですよそういう人が運命のパートナーになり仲間になり親友になると思うんですよ自分の巣を愛してくれる人だから自分の巣を受け止めてくれる人だからそういう人というと 息苦しくない楽なんですよリラックスできるんですよあなたの安全基地になるんですよ安全基地があるからこそやり、えーとね、新しいことに一歩踏み出せるんですよ挑戦できるチャレンジできるんですよチャレンジできるから上達して成長して成長してそして夢を叶えることができる自分らしい人生を歩むことができるだから欠点を愛しましょうそのままの自分を認める、はい、これ大事なのかなと思いますはいということで今日は「嫌われたくない」 っていうそのアサーティブ。I am o k、okay. y o u are o、okay. k 自分も相手も大切にするコミュニケーションです。私を主語にして思っている気持ちを伝えましょう。2つ目、えー。褒め言葉に感謝する。まずは気持ちを受け取る。そう言ってもらえて嬉しいです。 もうこれでいいじゃないですか。褒められたら、もう特にね、子供の子供のことを褒められた時に、いやうちの子供なんか全然ですよ。家ではゴロゴロしてて、これね、もう絶対ダメですよ。もう子供がそれ聞いてるんですよ。 で子供も自信なくなるし、それを、やろ、それを褒めてもらった人も、もう褒めんとこってなるんで,で、子供が褒められる機会が少なくなっていくってことなんですよね。だから、それもちゃんと受け止める。子供のことを褒めてもらったら、ありがとうございますって、まずちゃんとそれを受け取る。で、ちょっと謙遜したくなったら、自分をちょっと下げてみるので、どうしよう。あ、自分を下げるのも良くないわな。自分を下げるのも良くない。だから、受け取る。受け取る。はい、これ大事です。三、えー、3つ目。 欠点を愛する欠点は欠けてる点じゃないあなたにとって欠かせない点なんですあなたの魅力がそこにあるんですだからそこをちゃんと表現していくじゃあ受け取ってくれる相手が絶対現れるはいということです、えー、今日はこの3つを紹介しました「ジ・エンド」ということで、えー、ちょっとね、えー、今日の配信参考になったなためになったな勉強になったなそしておかっちマックス頑張れ っていう方はえっとね。いいね。ボタンを押してくれたら嬉しいです。 はい、えー、こんな感じでね、このチャンネルではあなたがあん、あなたらしく、そして本音を表現して生きていけるようになるためのライフスキル、そして行動習慣を全力で紹介しています。よかったらチャンネル登録ボタンをポチッと押してもらえたら、最新動画を見逃さないと思いますので、ぜひポチッと押してもらって、チャンネル登録ボタンのあ横にある通知ボタンもね、鈴のマークみたいなのあるんですよ、今見てください。鈴のマークもポチッと押してもらえたら嬉しいです。はい、もう一回言いましょう。 それではワンダフルな一日をお過ごしください。See you!